はい、お疲れ様です。マッピーです。HP 叩く 1.05 倍やっていくんですけども、いちごフェスタがやってきてね、さっきガチャ引いてきたんで、早速ね、コロネ入りのメルベユール使っていきます。今日アタック上がってるんで、コロネの食毒に助けてもらうってのと、あとはケラブの宮妻ですね。このケラブとコロネを使ってデバフかけながら、あとロックもしながら、そしてSゴマに関してはゴリゴリですね。パーセンテージダメージかつアタックの高い駒をね、とにかくふんだんに入れましたというところで、もうファーストすら抜いてるっていうね感じで、手駒の事故とかは少なそうなんですけど、まあちゃんと勝てるかどうかっていうと正直怪しいですねってことで言ってきます。はい、火力が足りるか心配ですね。今日みたいに HP が上がってる補正で、この毒の部分、コロネの450の毒をちまちま入れて果たして勝てるのかというところがあります。まあ、3ターンの間っていうことなんですけども、ありがとう、あ、それあれですね、鈴木久太郎さんね。オッケーオッケーオッケー。これ多分この人20代の中盤か後半ぐらいじゃないかな、ワンチャン前半かな。まあでも20代ってこと言っておくわ。絶対この人20代ですね。もうその言い方絶対ハイキングウォーキングの鈴木久太郎さん以外ありえないんで。かしこまりましたかしこでしょそれ懐かしすぎだろ。さあ一旦これごちそうさましといて、で相手フェリアスね、どういう風に立ち回っていくか。春丸引いてんの素晴らしい気で、愛車引かれたと D2、D2 か、どうしようかな。これワンチャン C 打ちからの進行ってありなんかな。結構痛いんだよね。ちょっと考えさせてくれ。ケラブ張ったとして今打たれて、まあでも増やせるで X 打たれる。ケラブ張る暇があんまりないな。いや、風車ケラブにしよう。これで3ターン入れて1回受けるか。で吸収入れます。例に進行するんなら、相手も動線若干の組みにくさがあるので、俺のペースに持っていきたいところではある。でもケラブコンボ弱いな。普通にこれそうだよね。そうなっちゃいます。ちなみにこの「そうなっちゃいます」もハイキングウォーキング鈴木さんの持ちネタみたいなとこある。そうなっちゃいますってすぐ言うんだよね、あの人。で罠張られる前に D に打っときますか。コモンは決して弱くない。さあ火力入れてあげて、吸収も入れてあげて、いいね、悪くない。ただ相手愛車引いてんのと、こっからの打ち方次第ではやばいんですねこれ。普通にこれ春丸とか打たれたらやばいんかこれ。よかった、引いてないくさい。でここどうしよっかな。正直さやか張ってる暇そんなにないですね。結構削られてる。よいしょ。マイティちょうどいいですね。マイティいきましょう。ちょうどいい。そういう駒欲しかったわ。そういう潤滑剤的な駒が欲しかった。よし、吸収入れて毒入れて、でデバフも3ターンしっかりかけてくれたので、ケラブは十分仕事してくれたと。どうする？主語 S 駒引いてね、くせえな。引かれる前にもう速攻で仕掛けますか。 S 引いてたら変 S だったら今打てるし、変 S じゃない場合この桔梗姫のタイミングで絶対打てるんですよ。なので持ってない、もしくは、サタンとかの可能性もなくはないっていうところですね。春丸で削ります。で罠を持ってたら罠も今のタイミング出せるので、罠もないと見た。春丸で削る。よし。で春丸のコンボ強いんですけど、リリアスもあるしマモンも OKOK 俺のペースでロックでリリアス出せる状況にしたいので B4 マモンで削って、はい、OKOKOK よいしょ。さあガンガン削ります。まともにコンボしてねえのに削れる、それがマタン同士の戦いよ。いい火力。あとはここ耐えるか、次リリアスで F3 打てればってところですね。よし、相手引きはしているな。でかい。相手引いてる分ね、手駒事故りやすいんで。でロック打たれる。今回ファースト入ってないんですけど、リリア待って、これコロネ出たらやばい。コロネ引いたらやばい気が。よかった。なんかコロネが出そうな雰囲気しませんでした今。よし、リリアそれつこう。危ねえ、ゴリゴリー。まあ実質ミラーみたいなとこあるんでね、それはもう引いたら打つしかないよね。相手に引かれる前に行くしかないよね。多分真ん中2枚切ってないからファースト関係の駒というところですかね。A4 に打った段階で村正も引いてないですもんね。村正引いてたらあそこ打つよね。よし。ちょっとマフェリは予想外だったんですけど、そういう駒来なくていいから。はい、そういうの来なくていいからね。まあでも間違いなく今の人は鈴木久太郎さんが好きですね。ハイキングウォーキングですね。はい。お、七夕にちなんで彦星いいね。プレイスタイルタイ勢、え、タイ勢なんてあるんだ、プレイスタイル。そんなあるんだ。へえ。公式にもちゃんと何々体とかしっかりと認知してゲーム内に反映してると、そういうわけですね。で、相手フェリアと。さあ、食毒とケラブが欲しいところ、ケラブ引いてるの素晴らしい。おい、ランタン引くな。もうさっきからさ、オーラばっかり。混合守護者採用型か。今日アタック上がってるからそいつ採用してるのかなってなった場合、魔の守護者が入ってないので相手のマゴマを予測します。守護入ってない関係上ブラも少ないかな。今日 HP 上がってるのでベルグレーでワナゴマ2枚。いや、おっとやってくれましたね。それやばいね。これ中途半端なデバフかけたところで感もあるが、これいやでも仮にブラダバンテだった場合コンボ気にしなくて、いやでも3ターンスキルさすがに打つべきだな、うん、これちょっと今トウヤ打つか悩んだんですけど、さすがにキラブ打ちますわ。ワナゴマだったらワナゴマは絶対打つんですけど、まあ3ターンスキルちょっと使うタイミングも少ないんで、これキラブ打つしかねえな。 C 打ちの祭りやばいな。もしかしたらバフ引いてるかも。ユンでくるとトップ引き痛えな。デバフかけてその中でいくか。まあでもここはマモンで攻めたいところではある。ロック引くか。まあマモン X いってあげて。よいしょ。いいからいく。さあ、祭り変身からの。こっからだな。お、バーでつなぐと。ゴリゴリっすね。ってことはエンデが引いたと見ていいな。で、ここの引き。はい。ちょっとこれ悩むな。リリアスで火力出した場合、今出が打てますけど2手耐えれるかどうか。ただトウヤ打っても正直飛ばせる未来も見えないんですよね。なんでここ削るしかないですよね。リリアス打つしかない。よいしょよいしょ。デバフを信じてみます。アタカもわりかし切れてるんで。で、マゴマはワナ2の、ワナさんの可能性もあるか。リリティア、ワナワナ。ベルグレーでリリティエ、いや、多分ポリポリュ、ベルグレーでポリポリュ、あ、コロネですね。ベルグレーでポリポリュコロネ。間違え、お前、そのトップ引きはちょっと犯罪じゃないですかね。で、多分これエンデが 100% 引いてますね。ってなった場合、今デバフ切れてるので、ロック切るしかないっすね。いやでもロック切っても次飛ばせるか怪しいな。いや、行くしかないか。よいしょ。いやー、多分次飛ばせねえな。なんでやるならこれで削って、いや次トップで6引くじゃん。あこれ金アラとか引かれたじゃないですか。あ、トネルブマジで引き強いな。これはしかもこのギリギリ耐える。いやでもこれ飛ばせないよね。これコロネ、今ロックのタイミングでコロネ出してたらどうなったんかな。いやでも無理だよな。多分無理。耐えられない。エンデが2枚。左から2枚目が多分エンデガスね。これ引かれてるんで終わりですよね。まあまあ読み通りですね。もうしょうがないしょうがない。これは読めてたけど対策できないんでしゃあないですね。これしゃあない。いや、エンデがだけだったら私もうラムまで引かれてるんだったら無理ですね。あれラムじゃなかったらワンチャンあったな。あれがラムじゃなくて、他の駒だったらコロネ打ってワンチャンあったかもね。いやでも俺あれか、フィニッシャー引いてねんか。どうなんだろう。どうなんかね。お願いします。まあ限界はあるよな。しゃあない。今日の補正メルベでも受けられないわ。あんなもんめちゃ頑張っても無理だ。あんな吸収とかいろいろやっても無理だ。あそこにだってバムトでつなげてくるんだぜ。あんなの無理だよ。はい、コンバート。これもデバフ刺さるぞ。来いよコロネ、早めにカモン。お、でもアイシ引いててハルマルもあってワナゴマもある。で、お前はオーラを引いてる。サリーグ採用型なので竜4枚が入ってますね。あ、ソリエス見えたので、パラサゴン HP 的に考えると多分バハムートはないですよね。多分竜 S ないってなった場合ソリエス、ラン、卵帯はもしかしたら日常の方だったらあるかもしれない。いや、わかんねえな。パラサゴン、ちょっとわかんねえな。正直わからん。でもこれあれじゃないですか。サリーグ採用型ってことは、特殊少ないコンバートなんじゃないですか。その場合、ちょっとこのサイク刺さりにくいけど、とりあえず打つしかねえな。サリーグ採用型で、わざわざ魔属性もベント採用してますからね。これちょっと特殊ダメージ発生しないと見てもいいかもしれない。見るし。いい手札回り。ってなった場合、角進行するとイオンがバカきついんで、これ B3 進行するしかないですね。いらっしゃいませー。ナイスサスターシャ。これも行くしかねえ。これも行くしかねえです。サスターシャは相手2枚でもね、軽くちゃんと出してくれるんで、めちゃめちゃ優秀。もうこのマナゴマは正直期待しなくていいですね。シアン警戒の、なるほど。俺が前に1回動画で紹介したやつだけど、いやでも多分、この人が組んだんじゃなくて、たまたまそうなってるだけで、いや、なんだろう、俺が組んだのを多分この人が動画で見たとかじゃないと思いますね。たまたま考えがかぶったと見ていいですね。で、これ毒入れて。さて、次飛ばせないけど、2手耐える必要があるな。あ、これこっちでよかった。あ、角打ったらよかったな。おっと、まずいね。耐えるしかないか、3枚返し。いらっしゃいませ。しかもオーラ引いてんのか、まじいな。飛ばせないから、吸収入れるしかないな。あれも欲しい、これも欲しい。吸収入れて、次春丸単体で飛ばせるはず。カットもない。これ耐えるしかないですね。17312。オーラ引いてるけど、OK、パラサゴンさすがに耐える。危ねえ。よいしょ。ちょっとこれは引き強したな。S 全部引いたもんな。さあ、ここね、しっかりね、間違えないようにしましょうね。下を選んでから2枚返し。オッケーオッケーオッケー。ちょっとこれ息強したな。すまねえな。よしよしよし。なんか構成似てたね。ちょっとベントとかは違うけど。しかもサリーグ採用型だったからちょっとね。でももし僕の動画を見て参考にしたとか万が一ありましたら遠慮なくコメントしてくださいね。多分ないと思うけどね。このゲームさすがに人口めちゃくちゃ多いから。その全人口が僕の動画見てるかって言うと怪しいんでね。そんなわけないと思うんで。そんなに影響力ないんで、さすがに。さてさて、全くコロネガは活躍する気がしないな。バフリーダー当たってもね、引けなかったら意味がないんで、引いてくれよ、早くコロネ。コロネ。コロネ。なんかコロネって名前かわいいな。パンにコロネってあるよね。チョココロネ。あ、ジャルジャルさんじゃないですか。なんか前動画で当たった気がする。それ誰？そのエロゲで出てくるみたいなビジュアルのプロフィールは誰ですかね。ちょっとわかんない。おー、コンバート使ってますね。オッケーオッケー。さて、お、HP 極端に低いですね。B ゴマ入ってるんじゃないですか。もう極端に低いですね。極端に低いですね。はあ、コンバートですか。さあ、マッピー会長選手はここでメルベユールを初手に出していくでしょう。で、騎士隊がさておき、サスターシャ引いてるのは本当にいい。こいつはもう最強です。またサリーグ採用型に当たりました。でも HP 的に考えると、かなりの可能性も、若干あるな。いや、ちょっとこれ悩むっすね。骨の召喚を考えたら C5 行くしかねえ。で、ロック刺さる気がしない。これね、サスタでね、攻めます。相手のゾノバのコンボ強くなっちゃうんですけど、ここにロック打ってもコンボが弱いんですよ。なんで、ここは強気に行きます。コンボが弱いのでね、コンボが。これ強気に行かないとダメです。よしよしよし。そいつ、しかもロック打ったところでそいつ出てるんで、多分。アタッカーが大体出るんで。待って、1万は効いてない。そんなに出るの ?1 万は効いてねえよ。ちょっと、これはコロネ活躍するんじゃないですか。行くしかねえ。食、毒。これはコロネ行くしかないですね。デバフと毒。さあ、この 10% の、このスズメの涙みたいなデバフがどこまで頑張ってくれるか。多分これ F2 来ますね。で、俺がカード打つんですか。なるほど。コンボ組んでくる。コロネを取りに来たってとこか。ってなった場合、こっちは2手飛ばししないとダメですね。はい。うん、ロック打ってる暇はない。リリアス行くしかねえ。D6 リリアスって、次で飛ばせるかどうかの勝負だな。飛ばせなかった場合、ロックでイモれるかどうかになります。で、毒入れて、ナイス。ゾノバの魔法もかかるもんな。ほんとそいつ強いわ。けどさすがにコロネ取るでしょう。取るだろ俺のコロネ。あ、それそんなに軽く出ないじゃないどう。あ、ちょっと待って、意外と意外と出ますね、これ。ちょっと。いや、これ飛ばさないと、やっぱ、やばい。はい。アイシー、これ飛ばせねえな。ロック行くしかないか。行くしかない。これで2枚返し耐えるしかないですね。正直きちいな、デバフもねえから。何だったら耐えるんだ、これ。フルリクルリこれ。あ、釣れないと。いや、もう頑張るしかないな。4729。いや、でも意外と耐えるんじゃないか。あ、リフィエル。ドンマイ、それは。それ耐えないですね。リフィエル出るんだ。それドンマイだわ。マジか。でもこれロック打ってる暇ないってのは間違いないし、コロネも一応活躍はしたな。全然あったな、今。もう一枚、ちゃんと火力の出る駒引けたら、これ B4 でいけてましたね。危ないっていうか、ドンマイだな、これは。これ、ドンマイ。しゃあない、しゃあない。やっぱね、ちょっとね、今日オーラ光りすぎだわ。なんか、全部の対面オーラ引かれてない俺、今のところ。これ全部にオーラ引かれて、よう頑張ってる方ですよ、これ、全部に引かれてない。ねえ、フェリアにも引かれたし、コンバートにまた引かれて、で、これランタ、これどうせランタ行くこの人。うん。今日なんか、乱体とか、ダブルオーラ連帯率 100% なんですけど、勘弁してくれない？オッケーオッケー。よし。やっと、この2人のハーモニーが奏でられそう。で、ラニから初手は、まあ、ポーリプスですかね。はい。ポーリプスですよと。どうも。で、ケラブ、コロネ、オッケー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 。了解した。コロネ食ってきた。俺のコロネに対してコロネを打ってきたか。で、これは、どっちから打つかって話なんですけど、正直そんなに変わんねえな。デバフ量の低い方を打って後半デバフ量大きい方がいいのかな。コロネ先打っちゃうか。コロネちゃんアクッと。あとよだめがこっちの方が高いんでね、シンプルに。よだめはこっちの方が高い。ただアドとかを考えるとキラブの方が強えってところだ。あと地味に今わらごまも全然ありだったね。ここで軽く出してくること全然あるんで。金馬いい駒打ってきたね。マモン引いたらマモン打ちます。マモン引かない。まあこれはちょっとマイティで X いってあげて。ただマイティで X 打った場合、これ普通に取って削ってくるかな。金馬だりーな。けどその場合は春丸で動線組んでよくて、でこのコロネが切れたタイミングで、ケラブで補充ってところですかね。おお痛えじゃねえの。まあこれダメージ返せますが、普通にやばいね、その火力。S2 枚引いてきたか。これちょっとケラブ打つタイミングないんで、ここで打つしかないですね。春丸打ちたいところではあるけど、ここ我慢ですね。で、ダブルデバフ。さあ、このダブルデバフがどこまで頑張ってくれるかってところですよ。で、俺リリアス引いてるんで、もうお前、金馬長えな、マジで。長すぎだろ。おっと、P3。ちょっと考えたいな。桔梗姫春丸打って日和らせたい。待って、これマリーズに変えといて。永遠に春丸、いや春丸先打ちは全然ありだな。全然あり。永遠に春丸打つか。これちょっと骨増やしつついきますわ。これで2枚骨増えるんで吸収量がちょっと増える。で、シンプルに削る。で、次だな。角打たれた後に、祭りを取るかどうかですね。正直、祭り取って金馬になる方が怖いところはあるが。いや、相手が角打つ駒だな。それ次第だな。けどこっちデバフ効いてるんで、トゥールル使えねえわ。バハムとかあと1枚そこま。うわ、つなぎに来た。それそんなに軽く出るんですか？いや、いって、ちょっとそんなに出ると思ってなかった。まずいな。これ俺飛ばせないので、吸収で耐えるしかねえ。頑張れ。吸収400。いや、もうちょっと吸収する。頑張って耐えるしかない。5678、デバフも込み。で、デバフ込みで、あ、でも相手もバフがあるな。お前そこでランタいくらバカ。まずい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 。いや、でも1枚返ししかない。耐えればいける。あ、ちょっとそれランタイ引いてなかったら耐えれたやん。もう今日ランタイ光りすぎだろ。いや、せっかくコロネ活躍してくれたのに。おい、ランタイ光りすぎて草なんだが。いや、今ランタイなかったら耐えてたやんけ。クソが。クソが。今日の補正、さすがにもうメルベ使うなってことか。めっちゃコロネ活躍してくれたし、ケラブも超活躍したのに、乱体で全部持ってかれたんだけど、もう乱体引くなって、おもんないって。なんでそこで乱体引くかな？これ乱体来なかったら耐えれたからな、今。ふざけやがって。まあ、しゃあない。今日そういう日なんかな、乱体引かれすぎだろ。いくら頑張っても、デマフで頑張っても、乱体で全部食わさせてやがる。くそー。俺6なかったよね、今手駒に。6あったら6って言ったけど。なかったよな。お、ともちゃん。ともる小手出しか。手駒強いな。これ勝ちてえな。ただこのタイミング別にデバフが効くかって言われるとそうでもねえな。で、まあ、まずはメルベで領域展開して。さあどうする？おい、2手目からそんな悩む？ちょっとともるってるもんね。おお、これはゲイボルグあたり引いてるかもね。はい。マイティかサスタだな。どうしようかな。サスタ B さんはね、別に打たなくていいんだよな。ここサスタ置くのは全然なくはないな。いや、なくはないな。打っちゃう。で、なんでここサスタ打つかっていうと、マイティ切るタイミングはちょっと鳥をね、後半に食らうであろうタイミングで打ちたいんですよね。多分ここ鳥に灯る確率低いよね。多分これゲイボルグ打ってくるんじゃない？あ、なるほどね。まだ打たないと。そいつ打ってくるならマイティ打ってよかったけど、多分ね、マイティ打った場合警戒してそいつ出してこなかったのでそんなに変わんねえな。で D6 にサスタ打てたんなら角進行全然ありだな。マイティ角かリリアス角。マイティ打つか。いや、打つタイミングねえな。ここで打たんと。打つか。よいしょ。 OKOKOK。 さらに吸収と毒。シンプル。これが強い。よかった。課長風月相手は余計なオーラとか引かれる心配ないもんな。ヤンドーラとか入ってないでしょ。まあ、入ってたとしたらルキアで釣るだけ。オッケー、全ての色が揃う。これゲイボルグじゃねえかもな。リミエットか。ゲイボルグ持ってたら F 差のタイミングで打てるし、リミエットくせえな。で、ここはちょっと最大倍率出しときたいね。圧力与えよう。いけ、リリアス。ザ・ロンバルト。いい火力。さてさて、ボルグ持ってたらここおお、アベルですか。これは鳥一択っすね。で、ここ打つ駒。ルキア打った場合 D1 で切り返されるから、まあ、守護でいいか。守護か桔梗姫。4ダメは桔梗姫の戦いな。桔梗姫打つか。よいしょ。ラーゼンアソー。まあ、ちょっとしか火力出ないんですけど、打っちゃってよい。あ、待って、ボルグここでもし打たれたらまずいんか。無視してもよかったな。いや、まあ大丈夫でしょう。これボルグ来る。持ってたらもっと早く打てるよな。多分ボルグないと思うんだけど。あ、ツボの方ね。オッケーオッケー。ツボの方か。痛えな、でも。だったら、6連打でいいな、これ多分。余計なことさせないよ。もうこっからはゲイボルグも許さないし、もう本当 S 駒さえ出させなければ負けないんで多分、うん、S 駒出させない、もうこっからはマタンのいやらしいところを見せるしかね。マタンってこういうとこあるからな。序盤すごい序盤でめちゃくちゃいろいろ散らかしまくった挙句ロックでイモルできなんだよ。はい、ケラブ、まだ飛ばせないね。これもじゃあもうロック打ちますわ。どこ打とう、E1 ロックで耐えれるようなトモル切ってるもんね。うん、次3枚返し残したいんですよね。だからこっちにしました。でカインクラブさすがに飛ばないだろ。はい、ワンチャンほのか釣れたりしないか。ニルスとかも耐えれるはずなんだよな。おお、ゲン君。いや、これ中国でも次3枚で飛ばすから。いらっしゃい。あ、マモンちゃん引いていく。マモン引かなくても中国で飛んでたっつうことをね、ここで見せつけます。よし。まあでも S 駒自体はこっちマモンしか切ってないからやっぱねこれメルベの強みが出たんちゃいますか。いやー、ただねもう本当にマジねもうロックは勘弁して、もうほんロックじゃねえわオーラ今日オーラ光りすぎなんだよなマジで。次オーラ引くできたら、まずもうオーラやめような。オーラやめよう。せめて神タンとかのオーラだったらさまだ釣る余地があるけどさ、もうオーラやめよう。悪しき風習よ、もうやめようやめよう。今多分俺2年前の環境に俺飛び込んだら多分トリプルオーラ5試合ぐらい連続で引かれてんだろうな。まあ今トリプルオーラ禁止ですけど2年前のそのトリプルオーラが許された時代に行ったらボコボコにされてた気する。おい、ちょっと待って、通信長いぞ。心配です。俺の環境が悪いのか、どっちなんだ。俺か相手か、俺か俺以外か、俺か相手か、どっちだった。俺の通信環境が悪いのか、俺それとも相手の通信環境が悪いのか。あー、ちょっとこれ通信長いね。大丈夫かな。ちょっとすごい心配になってきたね。大丈夫大丈夫。ねえ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 、ちょっと本当に通信長くないね。一回落としてみてさ、これでこうやって開いたらさ、もう一回なんかやってるやんけ。ナイス。おー、まさかの復帰。一回だけちょっとスワイプして戻ってみたら復帰してましたね。よしよし。いらっしゃいませ。お、出たシアン。シアンからオーラはないよね。シアン自体は実際問題どうなんかっつうことなんですけど、なんだっけ、ファウスト入ってないんで心配すべき点はサスターシャぐらいかな。さあ、ただこのシアンはどうなんだ。俺は相性どうなんよ。でこれ成り打ち以下 X きたー、まあ、召喚がそういう感じだもんな。考えます。まあ普通に上から行くか。でそれ来るんだったらもうコロネ打っちゃっていいな。早めに打っちゃいます。よいしょ。グラッチェイタリア人みたいなコンボスキルしてますね。ああ、グラッチェって言うね、イタリア人。知らんけど。そっち来るんか。なるほど。でこれシアン潰していいんじゃねえの。どういうあれなんだろうな。シアンってそういう打ち回しってあれなん。あ、待って、でも今通信長かったよね。相手通信切れてた説とかない？大丈夫？これねちゃんあくって通信切れてるんじゃないこれ。どうなんかな。さあどうだ。これ確認しよう。打つ速度速いしフレブ、これ通信切れてんだ多分。打つ速度が異常に速い。待てよ。C1 に入られるとだるいんで D1 から打ちます。このフレブは許容しましょう。マモン引く。でここは罠駒張られる前にリリアスで軽く出してみて、骨増えます。あ、骨増えます。 OK でどこ目見ていいですね。さてこれでコンボなんてつなごうもんなら俺はもう通信切れてることを疑うよ。あ、もう絶対切れてますねこれね。通信切れてます。すいませんでした。なんか相手あれから高速道路かなんかで恐れにやってたんかもしれんわ。申し訳ねえ。すまんな。こんなことになってしまってな。まあ、俺のせいじゃないけど謝っておくよ。吸収してフレブとトゥーレラが入ってるのかシアンに、であとラヌガかな多分。今日のお世話だからフレバ入ってんのかな、どうなんですかね。おお、ヒューリット、こいつの名前みんな覚えてるか。ヒューリットって言うんだぜ。はい、まあまあ俺適当に行くよ。もう適当に打って、ちょっと次の試合に行こうか。終わろうこの勝負は。終わり終わりですよこの勝負。でさてエンデが閉まらねえな、閉まらねえよ。はるまる打っちゃおう。はるまるじゃねえわお前なんて言うんだっけ、マモンか。吸収入れて毒入れて、もうクソデカ特殊ダメージ出してくんない。ペトラとか返しの投影で倒すからないか。ラヌガでも残りねえぞ。ロックおい、そう抵抗してくんなて。まあしゃあない。はい、よいしょよいしょ。閉まらねえな。今多分3枚打ったら飛んでたかもね。2枚不召喚増えるあれだから1300ぐらいダメージ稼げたら、3枚打ったらいけたな多分。はるまる、はい次行こうこれは脳幹です。こんな相手通信切れてるんで脳幹で、まあでも意外とフリーダ以外もいるっていうのがこれで学べたな。シアンを使おうとしてた人がいたってことだ。学びな、これ学びです。学び次ですよ。シアンを使おうとしてた人がいたっていう学びね。 OK です。じゃ次ですよ、お願いしますよ。俺の回線が悪いとかじゃないよな、きっとそう、きっとそうなんだよ。成功、きっとそう。さあ来い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 。クマス、名前かわいいなクマスクマスって名前かわいすぎだろ。来いや。おお、なるほど。村マッサー、オッケーオッケーオッケー。内視引いてるし D2 もあるで、このタイミング一応相手バフリーダーなんで食毒、宮妻刺さるで、食毒宮妻ルイン、すべてのデバフスキルの海のようや方向もか極限もそうだし、デバフというかあいつはあれだけど。ああ初手はなくんいらっしゃいません。2に成り打ちするしかねえ。はいよいしょ。おお初手ポリね。オッケーよし、リーニで削ってあげて、吸収入れて、毒入れて、特殊毒吸収。今のオセロニはすごいの。一旦にどれほどのダメージの種類が発生しとるんじゃ。さあ、あケリー、こういう時にケラブとかコロネとか引きたいよ。おお引いたね、いいねコロネ。なんか沖縄の成人式にいそう、この髪型。ごめん、これはちょっと偏見かもしれないわかんない。でもなんか成人式こういう髪型してこん、綺麗じゃん。ちなみに沖縄は修学旅行ぐらい。あもう今日ほんとランタン引かれんな。そういう運命なんか俺は。いやーちょっとこれ運命かもな。さあオーラ引いたが相手角に打つのかどうなのか。 F4 シムキリだったら全然角進行もなくはないが、なるほどクアイズが入ってんのか。クアイズはい、あそういえばさ、ちょっとこれ言ったらさ、俺ファンの人に本当にブチギレられるかもしれないんですけど、俺ちょっと友達から言われたから言ってもらえたからさ、あえてちょっと話題に出してみるんですけど、TWICE の辞表って人に似てるって言われたことがありますちなみに僕は TWICE のことあんま知らないんですけど、似てるかな多分。顔が濃いからか。でもそれだけなんだよな、顔が濃いだけで似てるわけないよ、性別違うんだよね。なんだっけなバロラントのセイジにも似てるって言われたことあるけど、さすがにセイジは違う。あ、いや、じゃあジョイか。キルジョイはね、眉毛が濃いだけなんだ。俺バロラントのキルジョイに似てるって言われたことあるんだけど、別に似てるかって言われると眉毛濃いっていう特徴がね、一緒なだけなんで。さあ、これはサスターシャ打って良いんですけども、はい、バハでつなぎに来たか。でもこれデバフかかってるおかげで火力は結構落ちてるね。ありがとう。まさか俺を倒せると思ったのか。まあ別にあれですよ、体はないからね。それで名を売ってきたわけじゃないんで、TWICE の辞表に似てるぜウェイとかじゃなくて、俺はそう言われたっていう話のそういう話があるだけなんで、別にこんなことで目くじら立てる必要ないんでね。さあこれでソルンバルトしてあげて、よいしょ。果てなき怨嗟と怒り、怒れ。いい火力だ。吸収入れてドブリで。やっぱ怒るってね、怒るとなんか人間想像以上の火力出るもんだからね。そう。最近ドラゴンボール見たんですけど、やっぱご飯かっこよかった。もう情報出てるから言っちゃうけど、ご飯ビーストマジでかっこよかった。最高すぎ。トゥルラ入ってるわな。けどこれはもう A さんでぶっ飛ばすぜ。あ、これよし。この対面マジでこのね活躍したね。ナイス。軽く頭を使いましょうか。しかしこのデッキ使いやすいな。ファウストがない方がいいのかもしれん。まあファウストに助けられたこと何遍もあるから、ファウスト行きたくなかったんですけど、ちょっと抜いてみちゃったんだよね。S ゴマこんだけゴリゴリだったらね、抜いてもいいかなと思ってちょっとファウスト抜いてみたんだけど、意外とありだな。手札が事故な。よし、次ラストあたりにしとくか。はい。さーて、今日は本当にオーラ引かれるの。タイヤリエクレルをスコレ、神鬼対白黒相対また来た。白黒相対また来た。やろうか。あ、最後神タンいい対面じゃないですか。 HP たっけえな。まあ一旦メルベッテ。ハチとペトラ、どういう名前。ハチとペトラ、ちょっとこれ考察します。ハチとペトラ、ハチって末広がりのハチっていうよね。でペトラって何。俺ペトラって名前のキャラクター知ってるの進撃の巨人とファイアーエムブレムしか知らないんだが、あーこれ両方発動し、お前は発動できるのか。やっぱケラブ優秀だね。ここで発動できるケラブ優秀だね。この根は発動できないけどケラブはできる。やっぱケラブ結構まあ優秀だ。ナイス。6足らずに済んだぜ。ファイア、そういえばファイアーエムブレムで思い出したけど、最近そのファイアーエムブレムの無双ゲームが出てさ、でその風化雪月のイフストーリーというか、また別の展開たどるねストーリー内容で、無双ゲームとしてやってるんですけど、クソ面白くて1日解けました。もう1日中やってた。でもなのにまだ全然クリアに向かわないっていうね。もうボリュームが半端ないよ。でここでバーストバリア来るんよ。さあバスバリ採用型で OK です。でミューズ持ってたらミューズ出すんで、これはミューズはないと見て良いですね。でここはコロネ打つかどうかなんだよね。まあちょっとこれまだ打たずにいくわ。ちょっとデバフがね継続する方が良いと見た。吸収入れて毒入れます。で火力なんかね、適当な雑に火力出せる子もアタッカー引いてたら相手多分出すんですよ。でここで出さないってことはロック警戒してるかシェムケリーとか持ってる可能性があると見て。お前そこのトップ引きミューズはほんまにやめてくんないほんまにやめてくんない。だったらコロネ打てばよかったってなるんよ。おい、だったらコロネ打てばよかったってなるんよ。やっちまったな。ロックここ切った取ってあんま強くないけど、コロネ打つわけにいかんかな。D5 進行はフェイルノートのコンボがきつすぎるんで打たない方がいいですね。でこれこっち行ってあげて、ただこれね地味にやばいのが C2 なんですよ。C2 打って俺がさ D1 打ったとする。お、やったやったー。これ C2 そうなんよ。でこのあと A3 来るとバカきついんよ。D1 打つけど6ないかな、きついんだよな。あ、これコロネ打たない方がいいのかな。でもシャンタンスいるらしいな。打っちゃってところあれなんでしょうかな。アタッカー手駒にあるんだったらば東野の方が頑張れるところはあるね。どうしようかな。いやコロネ打とう。はい、コロネちゃんがもう相手の HP 高すぎ。これ A3 から打たれたらやばいっす私。これ A さん打たれたら終わりっす。正直これ A さん打たれたら終わりです。A さん打たれたら終わり。やめろ。やめろ。ああ、よかった、そっちで。助かった。いや、まだいけるかも。まだいける。ただ、普通にやばい状況に変わりはない。で、春丸引くと、春丸じゃない、マモン引くと。マモン打ちますかね。いや、どうしよう。打つタイミング、ここしかねえな、でも、東野。打つしかねえ、東野。ここしかねえ。いや、でもこれさ、こんなん打ってる今あんのか。でも S2 枚引いてるし、もう打つしかないよな。で、次でバチコリ削って、出かけんないまで持ってきて。ね、そう、OK。それちょっと特殊ダメージ返せや。ちょっとだけ返すよ。OK。703円のお返しです。で、ここ。お願いします。さあ、リーニーと。あ、そっちの方が引きたかったな。マモン出すか、春丸出すか。これ、春丸の方がいいと見てるんですけど、皆さんどう思います？コンボの火力春丸の高いかな。春丸高い。よいしょ。あ、よいしょ。よいしょ。ただ次これ飛ばないんだよな。2手耐えないといけない。でも相手目線でも火力出しにくいんじゃない？エンデガとか打つ場合って火力出しにくくなるやんか。で、これ E3 来るな。B4 の場合英語当てでワンチャン耐えれるんですけど。E3 来るっすね。まあ、もしくは右下 X。あ、出がで削ってくる。これ大体どうせないダメージか。ああ、でもそんなに火力出るんですね。まずいですね。守護打つしかね。さすがにマモン2枚ゲージは飛ばせねえだろう。13% 削り。無理だな。無理よな。コンボ1800だっけ？そうだよね。で、6000出たとして2600、8600。無理だね。無理。吸収で耐えるしかない。今日アタック 1.05 倍。怖いな。ミュートも効いてる。怖いな。アラジンだったら耐えないかな。あ、紙フェリーね。それ無理ですね。お疲れ様でしたー。いやー、うまい。ロックでフェリプテ釣ったのマジで強かったけど。いやー、そこミューズ打たれるんか。吉え。あのトップ右ミューズやられた。ワンチあったな、でも全然。いや、ワンチあったね。あそこトップでミューズ行かれるか。ってことであんまり漏れなかったんですけど、ただ今日の、負けの要因はほぼオーラだと思ってください。もう今日オーラ光りすぎです。マジで。全対面でオーラ光れたんちゃう。オーラが入るデッキ、ダブルオーラが入るデッキで全対面2個目のオーラ光れたんじゃないかな、今日。ってことでね、マジでオーラ光れまくったんですけど、面白かったと思うんで、よかったら今後ともよろしくお願いします。お疲れ様でした。コロネはね、活躍自体をしてくれました。コンボの吸収もちゃんと活躍した。なんですけど、もうね、オーラっすよ。もう結局、オーラ、お疲れ様です。